今朝、新潟市南区の農業用ハウスで収穫されていたのは、青々とした立派なキュウリ。その名もキュウリ王子です。県内で生産されるキュウリのおよそ4割が新潟市南区で生産されていて、地元の JA が知名度アップのため今年キュウリ王子としてブランド化。まっすぐで長さ、色、形が良好であるほか、早朝に採れたものに限るなど厳しい基準をクリアしたキュウリだけがキュウリ王子として出荷されます。キャラクターの方もこうできまして、こういう、ね、イラストもこうパッと見すごい可愛いキャラクターでありますので、キュウリ王子を見たらですね、ぜひ買っていただいてたくさん食べていただきたいと思います。キュウリ王子は5月中旬から出荷のピークを迎え、今年はおよそ850トンが出荷される予定です。